はい、どうも皆さんこんにちは。今日は一人ビブリオバトルということで、内向型人間のすごい力という本をですね紹介したいと思います。著者はスーザン・ケインさんという人で、出版のは2013年講談社プラスアルファ文庫から出ております。これはですね、もう読んでの通りといいますか、タイトルの通り、内向型人間、ということを、スーザン・ケインさんという人が分析している本で、スーザン・ケインさん自身も、自分は内向型人間に分類されると自覚している、そういう本ですね。で、僕はもう何を隠そう、完全に内向型人間なんですよね。もうなんだろうね、本当あれですね、コロナ自粛とかはっきり言って通常運転でしたし、なんていうの、基本的に、はい、自由に何でもしていいよって言われたら、まず一番やりたいのは家で本を読むことだったりするのでなので何も自粛する必要がなかったっていうね、感じで、結構そういう人もいるんじゃないかなと思っていて、で、だから僕が人と会ったり出かけたり、するのは仕方がないからしているんであって、なんでしょうね仕方がない、そうだな、だから仕事だったりとか、あとね、あともう一個は仕方ないっていうのもあるんだけど、あとね、伊集院光さんね、が僕ラジオ大好きで、で彼もね内向型人間なんですよ。で彼はあれですよね、その確か高校も卒業できてないんですよね。途中で不登校になっちゃって、で結局彼は本当内向型すぎて、とにかくもう家でゲームをしていたいって言って、ゲームをして引きこもって、でも親が見かねて高校卒業する前に落語家の弟子にでもなれって言って、で円楽師匠のね元について、でそこから彼のね、芸能人生が始まっていくんだけれども、だから彼はもうほっといたら本当にもうずっとゲームとかしてる人なんですよね。だから彼はラジオで言ってたのは、だけど自分はラジオとかテレビに出なきゃいけないから、いろんなねこうネタを拾ってこなきゃいけないし、だから旅に出てたりとか人に会ったりとかしてたと。でももう自粛期間中もそれをむしろ自分の本来の姿が解き放たれて、それがむしろ推奨されるってなると、もうね戻れなくなっちゃう、その不安が あるって言ってて、だからそのねラジオのために出かけなきゃいけないから出かけてるからギリギリ自分はこう社会人としての対面を保ってたんだけど、これがもう一気にもう動物の森だけやってていいよってことになると、もう自分はあのね中学校の頃のもうね人ともう何ヶ月も話をしないっていう、それで全然大丈夫だったあの頃の中学生の頃の伊集院くんに、死のうか青年、本名ね死のうか少年に戻ってしまうんじゃないかっていう、それが怖いって言ってて、で僕もめっちゃ激しく同意なんですよね。だから僕もなんか人と会ったりもします。人前で話したりもすることもあります。海外に出かけたりとかします。むしろ移動距離ならば、普段の生活ならば多くの人よりも多いんじゃないでしょうか。だけどそれは仕事だからしているんだって。でまたそれが僕にも必要なことでもあるんですよね、多分伊集院さんと同じ理由で、多分いつまでも僕は本を読んじゃうからね、もう本当に苔とか生えるんじゃないかな体にいつかんな感じですわ。でだからそういうことで言いますと、そういう人ってでも僕だけじゃないんじゃないかなと僕は類推するわけですよ。でこの本にも出てくるんだけど、日本人にはですね、いわゆるその内向型人間というのは多分他の国よりも多いんじゃないかって推測されるんですよね。なので多分多いんじゃないかなと。で僕が、この本を紹介しようと思ったのは、そういう内向型人間というのは今の社会ではあんまり、なんていうのかな、肩身の狭い思いをすることになるよと、なることが多いよとスーザン・ケインさんは指摘するんです。特にアメリカは日本以上にそうでしょうね。アメリカってすごい、なんていうのかな、フレンドリー社会だから、フレンドリー社会ってなんていうの、もうアメリカって本当フレンドリー社会なんですよね Hey what's up っつって、なんかもう朝ね、
一回ね、なんかレッドブルかななんか飲んでね、テンションをどうにかしないとね、一日やっていけないみたいなね、内向に方に。ただね、僕もじゃあアメリカ行くときついかというと、アメリカってまたちょっと不思議で、じゃああのテンションきついわって思うかもしれないですけど、なんかね、英語で喋るとね、ちょっと性格変わるんですよ。これね、結構英語喋る人理解なんて同意してもらえると思ってるんだけど、英語で話してる時ってちょっと性格が外交的になるんですよ、僕。これほんと不思議なんだけど、多分ね、英語という言葉が持つ、なんていうのかな、そのコンテキストの低さっていうんですか、 いわゆるその英語って話したことがそのまま話したことなんですよ。日本語ってそうじゃないじゃないですかね、今日はいい天気ですねっていう言い方一つでお前死ねよっていうことを伝えれたりとかするじゃないですか。ね、今日はいい天気ですね、これで I love you を伝えれたりするのが日本語で、だから言ってることと言ってる内容にだいぶ幅がありすぎて、いろいろ考えて喋っちゃうんですよ。だけど、あの英語ってね、言ったことが言ったことだから、結構なんていうの、あの気使わずに喋れるところもあって、あと敬語とかもないからさ、あのだから結構割と僕アメリカだと外交的になったりもする。だけどアメリカという社会がそれでもやはりそれを差し引いたにしてもすごくですね、その外交的でなければならないというその文化的なバイアスっていうんでしょうか、文化的な強制力っていうのかな、プレッシャーっていうのかな、それがねすごく強い、国です。だから日本で、じゃあ内向型人間っていうのは、それでもやっぱり今の時代はなんていうのか、コミュ力がないねとかね、コミュ障だねとかね、そういう言葉があることからも分かるように、やっぱり肩身が狭い。だけどアメリカで自分は内向的なんだっていうのはすごくですね、あの日本のねでは考えられないぐらいのすごいね、生きづらさ、居心地の悪さにつながるんだっていうのが、まあ、この本を読んでも分かりますし、まあ、いろんなアメリカのね本とか映画とか文化とかを見ると、ああそうだろうなと思います。アメリカって本当にこうフレンドリーであるということが、なんていうのかな、本当にもう社会の運転免許証みたいになってて、だからそれができない人っていうのはもうなんか落語者というかですね、そういう感じすらあるので、ちょっとアメリカの状況は僕は異常だなと思います。ヨーロッパとかのがまだ健全だなと思います。内向型人間の、権利が認められてるっていう意味では、アメリカのその辺のね、社交性というものに対する、もう変なんていうの、オブセッションっていうんだっけ、こういうの、要はその圧がすごいっていうことですね。すごいんですよ。でだけどスーザン・ケインさんはアメリカ人でありながら内向的な人間である、内向型人間であるということに価値を見出していこうということを、まあ、提唱しているという意味ですごく僕は面白かったし、まあ、日本人の人にもすごく僕はなんか勇気を与えるような、ね、内容なんじゃないかなと思ってるんですよ。で、彼女がですね、まあ、最後の章でねこういう言葉を言ってるんですね。あなたがつまずいたところにあなたの宝物があるって言ってるんですよね、あなたがつまずいたところにあなたの宝物がある。でね、もしね、あなたがその社交性というところでつまずいたんであれば、そこにこそあなたの宝物があるんじゃないのっていうことを言ってる。で、これってね実はアドラー心理学なんですよね。アドラーってあなたのね、そのアドラーってくる病だったんですよ。だからくる病という、ビタミン不足とかによってもね起こる、要はその足がねちょっと歪んでて、歩き方が変だったんですよ。でそれをすごくね子供の頃にねいじめられてたんですよ。でアドラーって彼は自分の心理学の中で、あのくる病こそが自分のその生きる力の源泉だったんだっていう風になっていくんですよ。それがアドラー心理学のを形成していったっていうですね、そのアドラーのね自伝なんかを読むと分かるんですけれども、だからあなたの弱みだとあなたが思っていること、それこそがあなたの生きる力の源泉なのであるっていうのがアドラー心理学なんです。でスーザン・ケインさん、ここであなたがつまずいたところにあなたの宝物があるって言ってる。でこれはまさにアドラー心理学の応用で、で内向型人間の人にとっては社交性みたいなところがあなたのつまずいたところである可能性は高いんですね。だとしたらそこにこそあなたの宝物があるんだよと。
で、まあ読みながら僕は、あ、これは自分のことだなと何度も思ったんですね。で、これ、まあこういうものを読むことで僕はまあやっぱ自己需要というものを助けてくれるなと思います。というのは、この社会のバイアスが外国的であることがいいことだみたいな、バイアスがあるからどうしても自己否定に向かいやすいんですよ。内向型人間って今の社会ではね。だけど、それを自己需要していくっていうことをやっぱりしていかなきゃいけないっていう意味で、こういう本を読むっていうのはすごく助けになりますね。で、自分が人付き合いやどうでもいい会話にこれほどなぜ消耗するのかとか、なぜ1対1の哲学的な思想の会話ならば全く苦にもならないかが分かったと。で、内向型人間、まあ、僕はだからその世間話とかが本当に苦手なんですよね。苦手なんですけど、だからいい天気ですねって言われた時に、うん、でもね、なんか世界全体見るとこう異常気象だしとか考えちゃう。そういうこと言ってんじゃないんだよね、あれ。いい天気ですねって、いい天気ですね、はい、そうですねとかね、あの会話はあの猿の毛づくろいなんですよね。だから別にそれに内容に答えちゃダメなんだけど、僕ね、どうしても内容に答えちゃう癖があって、で逆に言えば僕はなんかそういうそのパーティー会話は本当に苦手なんだけれども、1対1でもうね、例えばなんだろうな、1対1でね、そうですね、何でもいいんですけど、その自我、近代的自我とは何なのかみたいなこと1対1で6時間喋っても全然疲れないんです。その相手が自分と同じぐらいの、なんていうの、そのバックグラウンドの知識を持っていた場合は特に、もうむしろ快楽を覚えるぐらいで でそういうのって実は内向型人間に特殊な、に特徴的な傾向なんですよね。で、ユング、実はね、内向性ない、だからイントラバートエクストラバートっていうんですけど、英語ではね。で、それって、どこまで遡るかというと、ユングなんですよ。一番最初に言ったのは。で、ユングが内向性と外向性に関する古典的洞察を持っていることは、まあ、この本を読んで、知ったというね、ことですね。で、4章でね、高反応っていうですね、言葉が出てくるんですよ。高反応の素因。で、高反応っていうのは、つまり、最近言われてる HSP ってあるじゃないですか。多分、あれにほぼ近い概念で、HSP、ハイリーセンシティブパーソンだったかな。そういう言葉ですけど、HSP、非常に敏感な人々。で、この高反応っていうのはまさに HSP で、で、HSP のこの高反応の素因っていうのは、アメリカ人は 2割の人が持ってるんですって。で、後に内向的な性格になる遺伝的素因だと。で、高反応って、赤ちゃんの時にもうわかるんですよ。例えば、こう、パンって手を叩いた時にビクンってなる赤ちゃんと、平然と寝ていられる赤ちゃんがいて、そのビクンってなる赤ちゃんが2割、この後半のと言われるんですって。で、その人たちは大人になって、内向的な人間になる可能性が高いと言われている。つまりいろんなことにこうセンシティブというか、小さな変化をですね、変化として感じやすかったりする、そういう素因のことなんですね。で、これは中野信子さんっていうね、脳科学者の人が、セロトニントランスポーター遺伝子っていうね、これが長い方と短い方があって、で、この長い、ロング型とショート型があって、で、ロング型だと、確か、敏感じゃないんですよね。外向的になりやすいんですよね。で、ショート型だと敏感になるんですよ。これ、高反応になるんですよ。で、日本人はなんと、7割が高反応なんです。つまり、HSP 型の遺伝子を持ってるんですよ。で、欧米では2割しか、HSP 型を持ってないんですよ。だから、その内向型というか、内向型と言ってもいいし、高反応と言ってもいいし、まあ、HSP と言ってもいいんですけど、その敏感で内向的な遺伝子の素因で言うと、日本人は7割が内向に分類されて、アメリカ人だと2割が内向型に分類される。だから僕がさっき言ったように、そのアメリカだと、その内向的な人が、より日本で内向的であるよりも、より生きづらいって言ったのは、やっぱりこの割合の問題でもあるんですよね。はい。で、これも遺伝的なね。まあ、ただ脳科学ってね、仮説でしかないんで、あんまり、なんていうかこう、それが証明されたみたいな話に、あんまり脳科学還元主義みたいにならない方がいいとは僕は思うんだけれども、でも、面白いね、遺伝的な、発見だなとは思います。で、ですね、
フィンランドの人ってね、内向的な人が多いんですって。僕そういうイメージはなかったんだけれども、なんかそれって欧米社会で有名らしいんですよ、フィンランド人が内向的だっていうのはね。で、僕はだから個人的にフィンランドの人が知り合いがいないし、あんまりなんかフィンランド映画とかもあるかな、見たことあんのかな、スウェーデンの映画は見たことあるけど、フィンランドってなんだ、もうムーミンとかですよね、ムーミンとかですよ。だけどなんかあんまちょっと知識がなくて申し訳ないんですけど、でもフィンランドって内向型が多いんですって。で、そのね、なんかね、フィンランドジョークっていうのがあるらしくて、それがすごく面白くてね、26ページなんですけど、ちなみにフィンランドは内向型が多いことで有名だ、こんなフィンランド流ジョークがある。フィンランド人に好かれているかどうかどうしたらわかるの？彼が自分の靴じゃなくあなたの靴をじっと見つめたら間違いないわっていうね、彼すごいですよね。どんだけ内気なんだっていうね。だから自分の靴を見てたらもうそれは心閉ざしてんだけど、その視線があなたの顔とかじゃないですよ、あなたの靴を見るようになったらもうこれはちょっともう心開いてる証拠だぞと。それぐらいフィンランド人って内向的だっていう。これはだからまあね、日本人も傾向で言えばやっぱフィンランド寄りなわけですから、あのね、なんかアメリカ人とは逆なね感じなのかなと思いますね。でね、これちょっと面白い歴史の話っていうのがあって、そのなんでじゃあ内向型人間がこれだけ生きづらい世の中になったのかっていうのは、それはアメリカでもそのマイノリティだということもあるんだけども、アメリカで欧米文化圏でもですね、実はねこれこの近代というものが始まったこととすごい関係あるんだよっていうんですよ。でそれ何かっていうと、その自己啓発本っていうものの、まあ、ルーツっていうのがあって、いわゆる我々が自己啓発本と認識するものの一番最初の本って何か皆さんご存知ですか？まあもちろん諸説あるんだけれども、これは一つ、その一つとして間違いないのはデール・カーネギーなんですよ。デール・カーネギーの確か夢を叶えるっていう本かな、デール・カーネギーの本なんですよ。でもそれ以前は自己啓発本ってなかったんですよね。でそれ以前にいわゆるもし自己啓発本というものがあるとしたらこれだなっていうのが、実は天路歴帝だったんです、ずっとね。天路歴帝、ジャン・バニエという人が書いた天路歴帝っていうものがもし自己啓発本に分類されるとしたらそれだった。でもそれをアップデートしたのがデール・カーネギーの夢を叶える、あとナポレオンヒルの思考は実現化するかな、その辺ですよね多分ね。でそれが20世紀の最初に出てきたんですね。で44ページから読んでいきますね。彼かっこデール・カーネギーの変身、この変身というのは、ね、何かというと、デール・カーネギーって内気な農場少年からセールスマン相手の弁論コンサルタントへ変身した人なんですよ。この人つまりデール・カーネギーってもともとは内向的な人だった、つまりそのね、畑作業しながら別にあんまり人と関わるのも好きじゃなかった。だけど彼は変身したんですよ。覚醒してですね、セールスマン相手にですね、手八丁口八丁でですね、弁論コンサルタントとしていくというですね、そういうことをするようになった。そしてその成功体験をビジネス書としてまとめ上げた。でそれがすごい爆発的ヒットをした、まあ、自己啓発本の原点となった。でね、この道のりというのは20世紀への転換点に頂点に達した文化的変容を反映していた。つまりこのデールカーネギー的なものが受け入れられたということの背景に、文化がアメリカの文化が変わったという背景があるんだよってことですね。すなわち私たちがどんな人間であり、どんな人間を崇拝し、就職の面接でどんな態度を取り、どんな人間を雇い、どのようにして結婚相手を探し子供を育てるか、そういった全てをすっかり変えてしまったのだ。著名な文化史学者であるウォーレン・サスマンによれば、アメリカは人格の文化から性格の文化へと変容した。そして不安というパンドラの箱を開け、もう決して元には戻れなくなったんだ。これはですね、人格の文化から性格の文化への変容っていうのは、これはあの有名なですね、7つの習慣という、ね、スティーブン・コビーの本にも人格主義と性格主義っていう形で、多分ね、コビーはこの、ウォーレン・サクスマンに依拠してそれを書いてるはずです。で人格と性格って何かというと、人格っていうのは
パーソナリティじゃないですか、ね、で性格っていうのはキャラクターじゃないですか。この違いなんだと。でね、それまでは人格、つまりその人の、ビーイングですね、その人がどんな人間であるかということが重視されていた。つまりデール・カーネギー以前はね。ところがデール・カーネギー以降、性格、キャラクターが重視されるようになった、そうするとどうなるかというと、キャラクターが重視されてどうなるかというと、どう振る舞えばいいかということが重要なんであって、その人のなんか持っている人生哲学とか、その深みとか、その人の経験とか、そういうものは重視されなくなっていくんですよね。そういうパラダイムシフトが起きて、で人格の文化から性格の文化へ、つまり天路歴帝からデール・カーネギーへの変遷が起こることによって、何が起きたかというと、このサスマはな、それによって不安というパンドラの箱が開けられてしまったよって言うんですよ。ちなみにですね、アメリカは抗うつ剤ですねが一番売れている国ですね。もう皆さんもご存知の通り、もうね、一番売れてるって言っても、もうその2位と比較にならないぐらい売れてます。アメリカはもう抗うつ剤大国なんですよ。本当に本当に。でもう調べてみてください。もう本当にすごいから、アメリカの桁が違うから、抗うつ剤の。でアメリカって、つまりなんかアメリカの国全体が抗うつ剤とか抗精神薬とか鎮痛剤を投与しながら、ギリギリですね、僕がさっきねレッドブルって言ったけど、そういうのでなんか高めていかないと、この社会で生きていけないようなプレッシャーがアメリカという社会にはあるんですよ。じゃあその社会のプレッシャーをもたらしたのは何かというと、人格の文化から性格の文化に変わっちゃったことなんだよって言うんですよ。でね、続き読んでいきますと、人格の文化においては思慮深く規律正しく高潔な人物が理想とされる、ね、思慮深く規律正しく高潔な人物が理想とされる。ところで他の人にどんな印象を、与えるかよりも、そうですね、他の人にどんな印象を与えるかよりも自分がどう振る舞うかが重要視されるね。だから人格の文化ではどうかという、つまり天路歴帝的なことっていうのはどういう意味かというと、その人が一人の時にどんなことをしているのかっていうのが重視されるのが人格の文化なんですよ。ところが性格、過去これは、パーソナリティと訳してますね。このでパーソナリティという言葉は18世紀まで英語にはなかったんですって。で僕さっきキャラクターって言いましたけれども、パーソナリティですね。でパーソナリティも性格だし、キャラクターも性格なんですよ。でこっちで言えば、著者はパーソナリティの方を言ってる。でパーソナリティという言葉はそもそも18世紀まで英語にはなかったんですって。で性格が良い、グッドパーソナリティという表現は20世紀になってから広まったんですって。つまりそのパーソナリティという概念が持ち込まれていくんですね。それはデール・カーネギー的なるものと一気ね、気をいつにして持ち込まれる。でだが性格の文化が広まると、アメリカ人は、他人が自分をどう見るかに注目するようになった。目立つ人や面白い人が人気を得るようになった。新しい文化において必要とされた社会的な役割は演技者過去パフォーマーとしての役割だった。すべてのアメリカ地名、事故を演、そうですね、アメリカ人が、アメリカ人は自己を演技しなければならなくなったとサスマは書いたと。この文化的進化の背景にはアメリカの工業化があったと。そういうことなんですよ。なので、性格の文化が広まると、ね、人格の文化の時はその人が一人でいる時にどんなことをしているかというその人の本質みたいなものに価値が置かれたんだけれども、性格の文化、つまりパーソナリティの文化が広まるとですね、人の前でどう振る舞うか、人にどう自分を見せるか、つまり自分をどうプロデュースするかみたいなことに重きが置かれるようになっていったわけです。つまり全ての人が演技者になっていったんですね。でこれって SNS によってそれが加速したわけですよね。だってFacebook とか Instagram の、ね、投稿がその人のリアルライフだなんて信じてる人はもう誰もいないわけで、あれは今日もう目いっぱい盛られた姿ですよね。ね、なんかプールサイドでコロナビールを、コロナビール今の時期あるかもしれないけど、なんかピナコラーダをね飲みながら、なんかかっこいい友達たちとね、
素敵な午後を過ごしているなんて、その人の人生の本当に一面で、家に帰ったらもう妻と地獄の喧嘩をしてるかもしれないわけじゃないですか。その人のトイレは詰まってるかもしれないわけじゃないですか。だけど、その演技という部分さえちゃんとしてればいい。逆に言えば、自分の本質というものが問われなくなったことで、結局アメリカ人って、これ世界全体にも言えるんですけど、この性格の文化ということと、また SNS がそれを加速したことによって、その人格の乖離みたいなのが起きてくると。でね、これってだから、性格の文化で評価したときに、多分、アブラハム・リンカーンってですね、大統領になれないはずなんですよ。彼ってなぜなら歩き方がすごいですね。背が高すぎて、で、足にね、ちょっと障害を持ってて、歩き方がね、ちょっとね、不自由なんですよね。で、しかも彼ってちょっと、なんていうのかな、やっぱな超内向型人間で、それで、彼のね、スピルバーグが撮った映画であったりとか、伝記を読んでいただくと分かるんですけど、彼ってどういう人だったかというと、なんかね、ずっとね、人がね、じゃあ10人、ね、閣僚10人を集めて、リンカーンがね、真ん中にいて、会議始めますって言ったら、全員がカンカンガクガクの議論をするじゃないですか。それで、ずっと聞いてるんですって。ずっと聞いてて、最後に、なんか、ちょっと気の利いたブラックジョークを言うんですって。で、ボソッと、ボソッと、しかもボソッと言うんです。だからもう、つぶやきしろですよね。だからね。なんだかんだ言って、南北戦争つらいよねみたいなことを言うんですよ。みたいなことをつぶやきしろみたいに。そんなやつ人気が出るわけないじゃないですか。トランプ大統領との差を考えてください。トランプ大統領なんて、あんなのもう人生が演技だからね、あの人ね。だからもう性格の文化っていうものの体現者なんですよ。だけど、アブラム・リンカーンって、じゃあボソボソ喋るんだけど、彼はなんで尊敬されていったかっていうと、一人の時に彼が何をしていたか全員が知ってたからです。で、彼が尊敬に値すべき人間だということは、彼の反対派の派閥の人ですら認めざるを得なかったんですよ。で、それが人格の文化なんですよね。はい。で、ですね。で、まあね、最初の自己啓発本は、天路歴帝であったって、スーザンさんは言ってて、で、それは一人の人間が内発的に誠実的に生きることを奨励するものなんですよね。これ、天路歴帝名作なんで、ぜひね、読んでほしいんですけれども、で、1920年代のカーネギーの時代になると、それらの言葉は消え去って、魅力とか、生き生きとしたとか、エネルギッシュとか、影響力などの言葉が並ぶんですよ。自己啓発本に、人格の文化から性格の文化への変遷がよく現れてるんだよとスーザンは言います。はい。で、次ですね。で、今度、じゃあ、今のね、この性格の文化である、現代社会では、我々ね、内向型人間はもう立ち行く末がないのかと、勝てないのかというとですね、実はそんなことはないんだよとスーザンさん言うんですよ。それはですね、雄弁で押しの強い人っていうのは有能と判断されやすいんだけれども、それは必ずしも正しいとは限らないっていうね、勝者の呪いっていうのがあって、90ページですね。カリフォルニア州バークレー校のフィリップ・テトロックが実施した有名な実験がある。テトロックはテレビで解説する専門家たち、過去限られた情報をもとに長々と喋ることで生計を立てている人々による経済や政治の予測が当たる確率は、素人の予測が当たる確率よりも低いことを実験から発見したのだと。で、その上、的中率が最も低いのは、最も有名で自信満々な専門家だった。つまり HBS、ハーバードビジネススクールの教室で生まれながらのリーダーとみなされるような人だったってあるんですよ。はい。だから、フィリップさんの実験によれば、テレビでですね、限られた知識で、雄弁に長々と喋る人って皆さんも何人か思い浮かぶと思うんですけど、今回のね、コロナウイルスでもですね、なんとかさんっていう、俺ももう一回も見たことないから、その人の顔すら知らないですけど、岡田なんですね、岡田さんみたいな教授の人が、なんか夏になればコロナなくなるって堂々と言ってたけど、それが外れてとかっていうネットニュースを僕は読みましたけれども、でも、要はそのテレビとかで、橋本徹とかにしてもそうですよね、小池百合子とかにしてもそうですよ。だから、そのテレビとかでもう喋るのがすげえ上手で、なんか人が、ああそうだって思っちゃうような人ほど予想を外すんだっていう、それを実証的にね、研究した人がいるんですよ。で、一番確率、的中率が低かったのは、つまりハーバードビジネススクールみたいなところで、彼は有能なリーダーだと太鼓判を押されるような性質の人が一番的中率が低かったんですって。
で、これが勝者の呪いと呼ばれるもので、で、何かというと、自信を持って喋れるということは、実はそれだけ深掘りしてないってことでもあるんですよね、実はね。だって浅いからこそ断定できるんですよ。深く掘ったら断定なんてできるはずがないんですよ。だってこの世のあらゆることって不確実なんだから。そうかもしれませんねぐらいが関の山なんです。だけどそうであるって言えちゃう人ってどっかで何かしらの知性をスキップしてなきゃダメでっていう話ですね。で、ドラッカーですね。ピーター・ドラッカーはここでも出てきますけれども、カリスマ的リーダーシップというのは幻想であるっていうのをドラッカーがもう言ってるんですよね。93ページ。この50年間で出会ったり一緒に働いたり、した極めて有能なリーダーの中には、オフィスに閉じこもる人物もいたし、超社交的な人物もいた。せっかちで衝動的な人物もいれば、状況を詳しく分析して判断に長時間かける人物もいた。共通する唯一の特質は彼らが備えていないものだった。すなわち彼らはカリスマ的才能を全くあるいは少ししか持っておらず、それを利用することもなかったと、ね、経営学のグルと呼ばれるピーター・ドラッカーは書いている、ブリガム・ヤング大学の経営学教授ブラッドリー・エイグルは大手企業128社の CEO を調べた結果、重役たちからカリスマ的だとみなされている人物はそうでない人物と比較的して給料は多いが、経営手腕は優れていないことを発見し、ドラッカーの主張を裏付けたと。だからドラッカーは意外なことを言ってるんですよ。自分が付き合っためちゃくちゃ有能な経営者というのはいろんな人がいたと。内向的な人もいたし外向的な人もいたしね、分析型の人もいたし直感型の人もいたと。でも彼らに共通した一つのことを挙げろと言われれば、彼らはカリスマ性がない、もしくはカリスマ性があってもそれをあえて発揮しないような人たちだったって言うんですよ。そして、ブリガム・ヤング大学の、エイグル教授によれば、128社の CEO を調べるとですね、カリスマ力で組織を率いている重役たちは、給料は多いかもしれないけど実績は出してないということが分かったんですって。これ面白いですよね。はい。次、アインシュタインがですね、こういうことを言ってるんですね。私は一頭立ての馬で、これ112ページです。私は一頭立ての用の馬で、二頭立てにもチームワークにも向いていない。なぜなら、明確な結果を、成果を手にするためには、一人の人間が考え、指揮をすることが欠かせないとよく知っているからだと。で、これまあ、アインシュタインのね、業種というのはね、まあ、物理学という、まあ、自分の一人の脳だけで完成するね、ことだから、僕らがじゃあ、ここからね、何かをね、じゃあ引き出すことができるかというと、なかなか難しいかもしれませんね。今のね、産業構造からして、もうチームワークみたいなことが前提になっていますから。ただ、やっぱりですね、この、なんだろうな、そのコミュ力みたいなものが、ものすごくもてはやされる昨今なんですよ。ね、例えば、まあ、今一番売れてる芸能人というものを考えてみると、指原さんとかじゃないですか。で、指原さんってコミュ力モンスターって言われてますからね。コミュ力モンスターですよ。コミュ力モンスターが一番売れるんです。ってことは、この社会にどれだけコミュ力というものが崇拝されてるかってことが分かるわけで。だけど、実はコミュ力というものをあまりにも崇拝しすぎると、本当に偉大な結果を出すということは、実は孤独な戦いなんだということが忘れられてしまうかもしれないよっていう話ですよね。はい、人類を前に進めるようなですね、一歩前に進めるような偉大な、ね、発見とか偉大な発明とか偉大な事業とかっていうものは、実は一人の頭の中で徹底的に考え抜いた結果出てくるものっていうのもあるんだよということは、やっぱり指摘しておくべきだと僕は思います。でですね、戦士の王と僧侶の助言者っていう話があって、世の中を前にね進めていくためには戦士の王と僧侶の助言者が必要なんだよって言うんですよ。これね、フランクリン・ルーズベルトというですね、アメリカの大統領がいるじゃないですか。で、この人確か大恐慌の時に指揮を取った人だと僕は把握してるんですよ。まあ間違ってたらすみません。で、あれですよね、ケインジアの人ですね、ケインズ主義の人ですね。で、この人はやっぱり英雄なんですよね、この大統領はね。で、フランクリン・ルーズベルトで、素晴らしいね、奥さんに恵まれた人なんですよね。で、エレノア・ルーズベルトなんですけども、で、
これがですね、ちょっと待ってくださいよ。でね、この組み合わせがすごく大切なんだって著者は言うんですよ。でね、それが戦士の王と僧侶の助言者だっていうね、ちょっと間違った、ちょっと調べますね。はいはいはい、そうですよ。はい、エレノア・ルーズベルトはそうです。で、このエレノア・ルーズベルトってだから大統領夫人としてめちゃくちゃ尊敬されている人で、この2人だったからああいうことができたんだよっていうことを著者は言うんですよ。249ページですね。ウォーカークリーク牧場での週末、これ内向的な人のリトリートは、誰もが穏やかに話して決して実力行使には出ない敏感な人々の世界を忘れられないものにするだろうと思っていた。あ、これ著者のスーザンさんがウォーカークリック牧場というところでちょっとですね、自分のね、いつもの社交に疲れたから一人になろうと思って農場に行ったんです。だが実際には私の心の奥底にここにあるバランスを求める気持ちを一層強めたエイレン・アーロンならばきっとこのバランスは私たちの自然な状態なのだと言うだろう、少なくとも私たちのようなインド・ヨーロッパ語族の文化においてはそれが言えるのだろう。私たちの文化では人々は戦士の王たちと僧侶の助言者たちとに分かれ、行政の支部と司法の支部に分かれている。言い換えれば大胆で親しみやすいフランクリン・ルーズベルトと従順なエレノア・ルーズベルトに分かれているのだと。でこれって、まあ、著者のこの要は内的対話みたいなもので、で実はね、内向型人間の中にも多分、まあ、ユングも言ってるけど、自分の中に2人の自分がいると、ね、でナンバーワンとナンバーツーってユングだと言うんだけれども、で内向型である、僕の中にも外向的な自分と内向的な自分がいて、その2人のバランスによって、自分という人間は何だろう、こう保たれ、統合性が全体性として機能しているんだっていうのが、まあ、ユングのね論立てなんだけれども、似たようなことをここで言ってて、あなたの中にはフランクリン・ルーズベルトもいればエレノア・ルーズベルトもいるんだっていうんですよ。でこれってね、聖書でも同じような神話があって、神話っていうかその、物語体系があって、それがダビデとナタンなんですね。ダビデって戦士の王じゃないですか。でナタンというのはそのダビデがその悪いことっていうかちょっと判断を誤りそうになった時に、これ王様お言葉ですがこれはこうですよってしっかり言える人なんですよ。だからまさにねダビデが会員と殺人の罪を犯した時に、ビシッとね言ったのがナタンで、もしナタンがいなかったらダビデは あそこでキャリアが終わってたんですよ。でもナタンがいたから彼は悔い改めて、まあ、その続きのねキャリアを歩むことができたんで、で、エレノア・ルーズベルトとフランクリン・ルーズベルトってそういう関係だったよと。でまあ、僕らの中にもその外交的なものもあるんだけれども、でもその内向的な自分がその外交的な自分を批判して、お前ちょっとあれはやりすぎなんじゃないかとかって言ってあげる自分がいるっていうことがすごい大事なんだよってことですね。でね、最後ですね、もう38分も喋ってしまいました。すみません、なんか今日割とダラダラ喋りましたね。申し訳ございませんねだけどまあまあこういう日もあります。で、385ページですね。で内向型人間ってね、なんかセールスマンとしては、セールスパーソンとしてはすごい最低な感じがするじゃないですか。つまりだってセールスマンっていろんなものを売らなきゃいけないからさ、外向型人間の方が有利に決まってんだろうと思われるかもしれませんけれども、実はですね、別の本でも紹介されて、 HSP かなの本でも確か紹介されてるんだけど、実はトップオブトップのセールスマンには内向型人間が多いんですよ。でジョン・バーグホフという人もそのトップセールスマンなんですね。で内向型人間なんですよ。でこの人が言ってる名言があって、385ページですね。彼は真剣な話に共感する力を、そして説得ではなく助言する力を使って、顧客に対して一種のセラピーのようなものを施したのだと。ね、この仕事を始めて間もなく、お客さんは商品を理解するから買うのではないと分かりました。自分が理解されたと感じるから買ってくれるんですと、ジョンは語ると。これは本当に深いですよね。そうなんですよ。人ってね、この商品の魅力をね理解したから買うんじゃないんだと。自分が理解、この
このセールスマンに自分は理解してもらったって感じたから買うんですよ。これそうじゃないですか。僕もそうだと思いますよ。例えばなんだろうな、別にねどうでもいいコモディティ化した商品なら、そうじゃないかもしれないけど、やっぱりね大事なね、決断をするってなった時に、なんだろうな、例えばどんなことだろう。そうだな、例えばまあそう、ジムにじゃあ入会するってなった時に、 A というジムと B というジムがある時に、そのねもうあまりにもスペックが違いすぎたら問題外にしてもね、でも大体同じような器具が揃えてられてるっていう時に、僕が、決め手となるのは、例えばそこで、ね、見学に行った時に、僕がこういう動機で、こういう目的で体を鍛えたいんだっていうのを本当によく分かってくれてるな、この人はっていう人がいたら、そこに入会するんじゃないかなと思いますね。車とかでもそうですよね。あなたのその家族何人ですかとかですね、そしてどういう時に通勤で使えますかとかですね、いろんなライフスタイルを聞いてくれて、でこういうライフスタイルだったら、そう、こういう提案ができますねっていうのを本当に分かってくれる。そういった燃費の問題とか、保険料とかね、いろいろ年間でいうとこれぐらいランニングコストがかかってとか、そういう事情をもうめっちゃくちゃ自分のことをよく分かってくれるセールスマンがいたら、そこで買っちゃうんじゃないかな、やっぱり。なんで、で言うと、その内向型人間という人は、そういうところをはね、すごい綿密に人のことを理解するという能力において、外向型人間よりも、ね、秀でてるというのが分かってるんですよ。ね、しかも、その説得する力は弱いかもしれない。だから相手のね、相手を押し切って、これはこうなんです、素晴らしいんです。もう質問は受け付けませんみたいな、そういう押しは全然ないんだけど、でも相手が、これってどう思いますかって聞かれた時に、的確に欲しいものをちゃんと投げてあげるっていう力も内向型人間の人は強いんですね。で、そうすると実はもう最強のセールスマンになれるっていうことがあって、なので皆さんね、内向型人間の方で、まあ、このね動画をね見た、音源を聞いたという方はぜひね勇気を持ってくださいよ、あなたは有能ですで、ちゃんと物を売ろうと思えば売れるし、ちゃんとですよね、人を説得しようと思えばできるし、ちゃんとこの社会の中で役に立つ人間になれると、僕は太鼓判を押したいと思います。大事なのは自分自身を責めずにですね、自己受容して、その自分の強みを伸ばしていくことですね。これをぜひねしていっていただければと思います。そんなわけでもう40分超えてしまいました、すいませんはい、今日は内向型人間のすごい力について、紹介いたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。